アメリカ政府高官ウクライナ情勢に根本的な変化はない入れ墨男ニューヨークのファールンゴンブースを襲撃イギリスジョンソン首相小さな政府目指す中ロ依存を断ち切り強靭さを身につけて中国が宇宙白書を発表 皆様こんばんは2月14日のデニュース小島千里がお伝えしますおとといアメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領が緊迫するウクライナ情勢についておよそ1時間の電話会談を行いましたアメリカ政府高官は同日記者団に対し協議継続については一致したとし 一方で情勢の根本的な変化はないと述べ議論は平行線をたどったと明らかにしましたバイデン氏は会談の中でロシアによるウクライナへのさらなる侵攻は広範囲にわたる人的苦痛を生み出しロシアの地位を低下させるだろうと繰り返し述べたとのことですまたプーチン氏に対してアメリカは同盟国と外交的手段を使った解決だけでなく 他のシナリオよりも対応可能な状態にあると明言しましたこれより前にホワイトハウスは厳しい経済制裁を用意しているとすでに発表していますアメリカ国務省は12日キエフのアメリカ大使館のほとんどの職員に退避を命じるとともにウクライナ国内の自国民に対し直ちに出国するよう勧告しました これについてホノルルで外遊中のブリンケン国務長官はロシアによる軍事行動のリスクが高まっていると述べ退避の正当性を強調しましたそのほか米軍は第82空挺師団の1700人の兵員と第2ストライカー騎兵連隊の一部の部隊を東欧地域に派遣したとのことですサリバンアメリカ国家安全保障顧問は11日 アメリカはロシアが侵略を正当化するために偽旗作戦を検討していることを確信したと述べ攻撃開始は空爆とミサイル攻撃からの可能性が高いとする考えを示しました一方、ロシアは大規模な軍をウクライナ国境付近に展開してきたにもかかわらず侵攻する意図については否定し続けているということです。次のニュースです アメリカ・ニューヨーク市のフラッシング地区で10日中国共産党によるファー・ルンゴン迫害について啓発活動を行う2カ所の路上展示ブースが入れ墨を入れたアジア人男性に襲撃されました同市警察は現在捜査を行っています10日午後3時20分ごろフラッシング地区のゴールデンショッピングモール前のブースに全身黒ずくめの入れ墨を入れた男が近づき 無言のまま看板を破壊し迫害の真相資料が置いてあるテーブルを地面に投げつけました男は同日ニューヨーク公共図書館前のブースも襲撃しており目撃者によると男は突然ブースのテーブルを蹴り倒したといいますブースのボランティアや通行人の制止により一度はその場を離れたもののシャツを脱いだ状態で現場に戻り再び破壊行為を働こうとしました ブースを運営する NPO 法人全世界脱党支援センターのイ・ヨウ会長は事件を受け中国共産党のボートの悪質な攻撃を非難すると声明を発表しアメリカにおける信教の自由を踏みにじる行為だとしてニューヨーク市警に事件を徹底して捜査するよう求めましたまた今回の事件は中国共産党によるファールンコン学習者に対するヘイトクライムだと非難しました フラッシング地区におけるファールンゴン学習者を標的にした襲撃事件は今回が初めてではありません2008年には中国人ボートによるブースのボランティアへの罵倒や暴力行為が数ヶ月にわたって続きました 後に当時のニューヨーク中国総領事館ホウ・法国局総領事が襲撃事件に自ら参与・策謀していたことがファールンゴン迫害国際調査組織が入手した電話記録により明らかになりましたフラッシング地区のファールンゴンブースでボランティアをしているマイケル・ユー氏は今回の事件は中国共産党の暴力団のような性質が露呈したと指摘し 共産党は残忍な迫害が周知されるのを恐れていることが改めて浮き彫りになったと述べました中国共産党政権は20年以上にわたりファー・ルンゴン学習者に対して大規模な弾圧を行ってきました中国本土では数百万人の学習者が施設に収容され拷問や強制労働臓器狩りなどが行われています続いてのニュースです イギリスのボリス・ジョンソン首相は、中共ウイルスによるこの2年の規制と巨額の公共支出を受け、より小さな政府を取り戻し、人々の生活から一歩引くことに全力を注いでいます。スティーブ・バークレー首相官邸首席補佐官は、サンデーテレグラフ12日付の記事に寄稿し、首相がどこで政府の規格を縮小できるかをよく見ていると述べました。 バークレー氏は中共ウイルスのパンデミック対策に4000億ポンド約62兆6000億円を支出したことについて政府は正しい判断をしたと述べた上で今、優先すべきは財政的にも人々の生活から一歩引いたところでも小さな政府を取り戻すことだとしました。また 記事の中でバークレー氏は、今こそ国民を信頼し、権力を地域社会に戻し、企業が自由に活動できるように、より有効なアプローチに戻る時だと述べています。バークレー氏によると、首相は経済を本格的に回復させようと意気込んでおり、より効率的で答えを示せる公共サービスを構築する気があるとのことです。 現在、ジョンソン首相はロックダウン期間中に首相官邸などで開かれていたパーティーに関して警察からの捜査に直面しています現在、15人の保守党の議員が公に首相の辞任を要求している中、ジョンソン首相は保守党議員を味方につけるべく奮闘を続けています規制違反が明らかになればさらに多くの議員が首相の辞任を求める見込みです ニュースを続けます。リトアニアのランズベルキス外相は10日訪問先のカナダのナショナルプレスクラブで演説し一時的な物価や電気料金の上昇は考えられるが権威主義の中ロへの依存からは脱却すべきだと語りましたバルト三国のリトアニアは現在2つの大きな地政学的な圧力に直面しています 隣国ウクライナの国境には十数万人のロシア軍が動員され緊張が高まっている一方中国共産党からは経済的手段を用いた政策変更の強要が続いています近年リトアニアは中国に対峙する姿勢を示してきました2020年には中東をバルカン諸国と中国による経済協力の枠組みセブンティーンプラスワンから離脱し 翌年2021年には新疆ウイグル自治区における人道に対する罪をジェノサイド大量虐殺と認定する決議を議会で採択したほか台湾の名を冠した代表機関台湾代表書を首都ビリニュスに設置しています記者会見で学生から政府が確固とした行動を取るのをためらう場合個人レベルで何ができるかと尋ねられたランズベルキス外相は 情報発信を続けることや中路依存脱却により物価が割高になることを受け入れることだと述べました例えば強制労働が絡む製品を避ければ靴や iPhone が高くなるが価格設定には原則があるとして私たちはどちら側にいるのかを認識しなければならないと語りましたまたランズベルキス外相は冬季五輪開幕日の2月4日に公表された中ロ共同声明について ロシアのプーチン大統領が西側諸国に突きつけた安全保障要求が含まれていないことから双方はバラ色の関係ではないと指摘しました次のニュースです、1月28日中国は宇宙計画についての5冊目となる公式白書を発表しました国務院新聞弁公室が発行した公式白書。 2021中国の宇宙に記載された内容は、これまでの成果の要約と今後5年間の宇宙計画となっており、宇宙探査、テクノロジー、法律制定の分野で世界的なリーダーとなることを使命とするなどと書かれています。白書のタイトルにある2021年は、中国の宇宙開発が大きく前進した年でもあり、年間55回のロケット打ち上げを実施し、 国別で世界一の打ち上げ回数を記録しました。今年は少なくとも40回の打ち上げ計画が予定されています。また、ロシアとの共同月面基地を建設する取り組みについては、第一フェーズが完了し、今年後半には独自の有人宇宙ステーションを完成させる予定です。白書によると、中国共産党政権は、 技術移転により外国の技術を再現し、国内宇宙産業の発展を積極的に進めています。多くの主要な宇宙科学プロジェクトがリープフロック型発展を促進する状況にあり、これが全体的な技術の進歩を促しています。リープフロック型発展とは、技術の進化のステップをスキップしようとする技術開発の戦略で、これにより中国共産党政府は、 独自の技術よりも適度に進んでいる外国の技術に投資することなく、次世代の技術を追求する能力を獲得しています。さらに同白書では、中国は国家宇宙法の制定をスピードアップし、この法を核とした法制度を確立するだろうと述べており、中国共産党政権が独自の宇宙政策と法秩序を利用して、アメリカが主導している自由社会の秩序を、 グローバルマルクス主義に置き換えようとする試みが反映されています最後のニュースですバイデン政権は11日外交・安全保障の指針となるインド太平洋戦略を策定しました中国が世界覇権を目指していると警戒感をあらわにし対抗して日米豪印の戦略枠組み クワッドや日米間などの同盟国やパートナー国との連携を強化するとの考えを示しました戦略では中国について経済力、外交力、軍事力、技術力を集結しながら地域における影響力の範囲を拡大し世界で最も影響力のある国になろうとしていると表現し 中国が試みる既存のルールの変更を制止できるかどうかは向こう10年間におけるアメリカの努力次第と示しました戦略では今後の2年間で10の中核的取り組みを行うと定めておりその内容として東南アジアおよび太平洋諸国での大使館や領事館の設置デジタル経済とサプライチェーンの強靭化の推進 ASEAN アアやインドとの関係強化などを挙げています また米英豪の安全保障枠組みオーカスを通じた抑止力の強化やクアッドを最高位の地域グループとして地域の安全保障課題の対応能力向上を図るとしていますそのほか、強圧的な中国共産党政権についてその影響が世界中に及んでいるとした上で中でもインド太平洋で最も顕著だと指摘しました。 戦略ではオーストラリアへの経済的強制やインドとの国境紛争台湾への圧力の増大東シナ海や南シナ海での近隣諸国への圧力などを列挙していますアメリカ政府高官は11日ホワイトハウスでの記者会見でインド太平洋戦略は中国の脅威について多数言及しているものの 対中戦略ではない地域が直面する課題は中国であり、それを明確にしていると強調しました。ニュースは以上です。今日はバレンタインですね。皆様チョコをもらったりあげたりしましたか好きな人にあげたり、お世話になった方、または自分のご褒美にチョコを食べてもいいですね。イベントは気分転換にもなりますので、楽しんでみましょう。それではまた明日、お会いしましょう。